4月23日土曜日、立命館大学琵琶湖草津キャンパスにおいて新刊祭典が行われました。今回のテーマはアップトゥーユー。新刊祭典を素晴らしいものにできるかは君次第だという意味が込められており、新入生も上階生も祭典を盛り上げようとそれぞれ力を発揮していました。模擬展では新入生がクラスに分かれて出展し、手の込んだ看板とともにタコ船やかき氷などさまざまな出店が並んでいました。また各クラス個性あるクラス T シャツを着ており、団結力や仲の良さが感じられました。和をテーマにしたセントラルステージは観客と一体となったカウントダウンで始まり、さまざまな団体がパフォーマンスを披露しました。迫力ある演技や演奏、ダンスで観客を魅了し、終始盛り上がっている様子が見られました。はい、すごい楽しかったですね。はい、みんなで協力していろいろ進めれたと思います。みんな一気に仲良くなりましたね。やっぱり、いろいろ準備するうちに女の子とも仲良くなれて嬉しいです。控えめだった子も自分から接戦して動いてくれるようになりました。こういう新刊祭とかでなんかやっぱきっかけを作って友達いっぱい作って、これから大学生活楽しく過ごしていただければいいなと思います。1回生の間とかに留学、短期留学とかをして英語力を伸ばしていけたらなと思ってます。視野を広げて新しいことに挑戦していきたいです。そうですね、学生委員会の方に入ったのでそっちの方で結構頑張りながら、あと勉強の方もやっていきたいと思ってます。はい、新入生の笑顔があふれ、これからの大学生活に希望を添える一日となりました。